楽楽海運気学と駅なら鹿塾。それでは五黄土星の6月の運勢です。はい、五黄さんは本当はねもう止まっているから動きたいみたいな5月だったと思うんですよね。でもね6月もねまたねやっぱりね環境としては止まってるんです。で自分が焦っていきたいっていう風になると最後までお聞きください。6月節は6月6日から7月6日までです。はい、6月は21日に夏至、そして7月の4日と5日の間に彼岸切り替えがございます。はい、彼岸切り替えというのは今まで宇宙は夏に向かっていたんですよね。でここで陽遁から陰遁に変わります。この時ですね宇宙の気がとても強いです。ですから夏至と合わせて恵方参りがおすすめです。恵方参りについては動画がありますのでぜひこちらの方をご覧ください。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をしてください。そして概要欄の方から LINE 公式に登録をしていただきチャットで開運と打っていただきますとこちらの開運気質に俺はなるという有料級の動画をプレゼントさせていただきます。はい、では6月の運勢です。はい、それでは五黄土星の6月の運勢3つのポイントです。1つ目、近道せず地道に。2つ目、しっかり確認と準備。3つ目、勇気を持って決断。はい、駅の家がねやっぱりこのゴン遺産という止まってしまう山の上登ってきたまたさらに山かみたいなところに来ています。本当にね陽運期の一番いいところなので6月はね多分もういっぱいいろんな仕事もね来るでしょうし忙しいでしょうし、そしてその仕事っていうのはね本当に責任が重いような大きな課題を抱えていらっしゃると思います。ですから先月もね止まっていますのでここで一気に進みたいっていう風に思いますよね。でも焦って進んでしまうとトラブルに遭ってしまうんです。そうするとトラブルに遭った後に処理するのってもっと大変ですよね。ですので急がば回れというのが6月のポイントになってきます。でも6泊の上になるのでやっぱり頭の回転も良くなるし、もう段取りも見えてテキパキ動きたくなるっていう、そういう傾向はありますよね。あります、あります。でも自分がバッっていう風に言ってしまってはいけないんですよね。段取りをして誰かにやってもらうであるとか、本当にそれでいいのかどうかっていうところを周りの人の話を鵜呑みにするのではなくて自分でちゃんと現場まで行って確かめてみるっていうところも一つあります。それから自分ではねやっぱり目が届いていないところとかっていうのもありますよね。ですからそういうような時には専門家の人に相談をするということも大事になってきます。ですからまあ動きを止めると、止まる、周りの動きが止まっている時に自分は動きたいけれども動けないかなっていう風になるけれども頭の回転は行く、じゃあ周りの人に動ける人にやってもらう、こんな形で進んでほしいなというのはありますよね。それが近道をしないという、自分がやった方が早いっていうことはないということですね。そうなんですよ。急がば回れっていうのはやっぱりゆっくり丁寧に確認しながらこれで大丈夫かなという風にして連絡をねちゃんとこう最後のところまで行っているかなとかっていう風にして見守って目配りをしていくということのためには自分が忙しすぎるとダメなんです。自分は真ん中にいてみんなからの報告がちゃんと来やすいようにしておく、みんなからのお話を聞く、そして自分は周りの人たちに押してくださいねという風にして仕事を振るというのが6月は動き方としてはベストですよね。じゃあしっかりと確認と準備をするにあたっては、まあ、自分一人でやるのではなくって、そこの部分に明るい詳しい、専門知識がある方にいろいろとこう仰ぐ、助言を仰ぐ。そうなんです。婚一というね駅の家が出ています。婚一というのはですねできれば、まあ、自分がね最初にリードしていきたいんですけれども一番前で引っ張っていくとあまりよろしくないという家なんですよね。ですので、まあ、自分は後からついていくというんですかね、歩みが遅いので心配になるかもしれません。でも実際はそういうリーダーシップの取り方の方が全体として前に進むということがあるんですね。歩みはちょっとこう前のめりになり気味な1月ですけれども、心得としてはそうではないです。
そうなんです。さささっていう風にやってしまうとトラブルに遭いやすいっていうところがあります。頭の回転がいいからパパパッと決めてさっと動く、でも実際にはそれじゃないよっていうようなことが来たらもう一回やり直しになってしまいますよね。もったいないです。迷ってしまうこともあると思うんですよね。結構どうしようかなこうしようかなとかっていう風で、で決断は早くした方がいいんです。決断を早くして、で処理をする人をね選んだりとか、どういう風にするのが一番早いのかなという風にして周りの人に話を聞いたりとか、自分で実際しっかりね確認をしていくというのは大事になってくると思います。確かに強度性の人ちょっと強引なところがあると思うんですけど、その強引さがあっぱれって思う時と、ちょっと待ってって思う時とあるんですけど、この一月はどちらかというと、強引さは裏目に出るっていう感じです。強引さがこうあると強引さんが止めるみたいな感じでシャレですけど、ね、この強の方にとって止まる婚姻さんが入っているし、婚一ね、八白でも見るし時刻でも見るので、合土星というのはね、なのでその場合の両方を頭に置いておいていただくといいと思います。そして自分としてはということで、もう一つこう3点対築ね、5点上位の六白の上にいるということですので、やっぱりねこれもね大きく止まるっていう駅の家になるんです。ですから環境も止まってるしね、いろいろななんか自分も止まるのっていう風で焦るかもしれませんよね。でも止まっているからこそたくさん力が蓄えられるんです。ですから自分自身の力を蓄える時だと思ってください。もし組織のリーダーであったりとか、家族を束ねているというような立場の人であれば、とどまることによってさらに最強になっていくという一月になります。ですから止まることによって力が蓄えられる、力が養われるというふうに思ってください。その力を発揮される時は今ではないです。この後もう思う存分発揮する時がまたやってきます。ですからその時のために今は力を蓄えるというような意味になります。3つ目に勇気を持って決断するというのがありますが、はい、こちらはそうですね、やっぱり情報がたくさんやってきます。で自分もねすごいスピードで動いています。なので情報処理するのにたくさんのものがあると迷ってしまいますよね。もう一つだけしかないとしたらもうすぐに決められるんですけれども、あれもいいなこれもいいなみたいな感じになります。なのでやっぱりそこにね決断する選択をするっていうような時には勇気が必要になってきます。恐れから、あこれをやったらダメかもしれないなっていうとチャンスをね逃してしまいます。あまりに急いでしまってもトラブルになってしまいます。なのでやっぱり正しい決断をねそこでバシッっていう風にするっていうことが3つ目のポイントなんですよね。すごくこう難しい局面ではあるんですけど、合同性ならやれるっていう感じはしますね。うん、しますね。すごく強いし頭もいいし、時には強引に進め、時にはみんなを解き伏せてみたいなところもあるので、でも全体的に見ると控えめに動いて吉というところです。そうです、そうなんですよね。天道がついているというところでいくと、ちょっと合同性に今月はついていきたいなみたいな、そうですそうです、気持ちが出てきますよね。応援がすごい入ってます。でまた今年もねこの3号もついていたりっていうところがありますよね。なのですごい応援が入っている時なので、ここでね止まっていて全く何もしないっていう風だったらもったいないので、やっぱりそこの勢いに乗ってでやるところはやるっていう風にしていくんですけれども、自分だけじゃなくて周りの人たちも一緒にっていうところがポイントになってきます。その力をね与えられているのはあなただけのために使うわけではないと、みんなのため、世のため、人のために使うんだから、それだけ優秀な素晴らしい仕事の責任っていうようなものを背負う力をいただいているわけですよね。ですのでそれに対してやはり自分だけで進もうとせずに周りの人たちもこう巻き込んでというふうになると、どうしてもねペースを周りに合わせるのでゆっくりめになりますよね。先に皆さん行ってねっていうふうで最後からこうねついていくというような形で、みんなを見守りながら先に進ませていくような歩み方になると思います。でもその時にやっぱり先導になっていくね、道右に行くの左に行くのっていうところがその人たちはわからないですから、
なのでどっちに行くんだよっていうことをみんなには知らせておく。そのためには決断は王さんがして、そして最後からこう見守りながらみんなをね応援しながら連れていくというようなスタイルかなと思います。ということは、まあ、周りに合同性の方が見えたらお任せっていうふうにするんじゃなくって、うん、その人にいろいろ聞きながら自分がまあ手足となって動くみたいな、うん、そういう感じですか、ね、そうですね。三点対築っていうのの中にね過食せずっていうのがねあったりするんですね。フリーターとかね、もう実力ある人一人で仕事をしているかもしれません。でもこれは外で食べるといいですよっていうことなので、組織の中であなたの力を発揮した方がいいですよということになります。ですから周りのね人たちがあなたを必要としていますよということになっていきますので、一人ではなくて周りの人たちも一緒にっていう風になります。で、五王の方の周りにいる方たちはやはりその五王の人と一緒にこう行くと天道とかのね応援がありますので前に進みやすいですよね。はい、そんな五王土星のラッキーフードを教えてください。はい、今月6月はですね、チーズケーキがおすすめです。まあ、ご飯はね発酵食品という意味があります。チーズケーキをぜひ食べてみてください。新年度が始まりまして、はい、私のところにもですけども、うん、お悩みとか、ね、うん、苦しみの声が続々と、うん、届けられているんですけど、シカさんとかどうですか？ね、五月病かな。やっぱりね、学校入ったけれどもなかなか行けないとかね、あとね、もう入社式その日に辞めたっていう人もいたんだよね。でも人事でね、本当に予測もつかないところに、うん、あの人事異動がありましたみたいな感じで ね、だからちょうどね、いろいろなね、やっぱり変化のところに来てるからね、悩みの方多いと思います。日本は本当この時期悩む人激増するような気がします、うん、ね、5月病っていう風に病がついているわけなので、まあ、全体的にねそういうところがあると思いますが、まあ、初回私たち無料相談というのもやっていますので、ぜひぜひお気軽にね相談していただいたらなという風に思います。そして新しい講座も始まりますよね、はい、そうなんですよ。やっぱりね、過去からのデータでいろいろなものをね決定したり選択したりしますよね。で、これはねやっぱりね、脳の癖が変わらなければまた同じ選択をして同じ結果になっちゃうんですよ。もういろいろなところを勉強しましたね、占いから何からっていうこともいろいろなところに行きました。でも悩みがなくならない、人生変わらないっていう方たちがね多いと思います。ですから脳の癖を変えるという講座を用意しております。脳の癖って変わるもんなんですかね？変わるんですよ。例えばね、こう爪を噛む癖があるとか、いろいろ人の癖っていうのは自分は気づかない。だけど癖だというふうに認識をして、さらに知るだけではダメなんですね。行動が変わる、行動心理学だったり、いろいろな量子力学とか潜在意識とか、もう全部詰め込んだ最新の講座をスタートしますので、ぜひ行動を変えるチャンスですのでトライしてみてください。そしてライブもありますね。そうなんですよ。今年はね、全国にこの天の声の吉野ちゃんと私とゆかいちゃんと3人もね回っていきますので、ぜひ会いに来てください。トークあり、うん、当然歌ありなんですよね。6月ね、名古屋地元でやるんですけど、ツアーの第1弾、こちらは5月の29日にスタートです。なんと福島県の二本松の竹温泉というね、多分ね車じゃないと来れないようなところからのスタートです。時間は4時半開場で5時からスタート。空の庭リゾートという結婚式場なんですよね。日本松、そして竹温泉ということは松竹梅ということは私たちが梅ということで、梅、新しいものを梅ということと、まあね、ディナーショーにもなっていますので、梅というふうに美味しいものを食べて温泉に入って、そしてもう一日でもうこれで本当にもう楽しくて幸せっていうふうにもう波動を浴びて明日から変われる、そんなステージトークショーを用意しております。その他いろいろなところをね回るツアーの概要なんかも、載せておきますので、ぜひお近くの方に会いに来てください。